て、いよいよ劇場公演。 PV 撮影から始まったうちらのステージ本番だな。撮影旅行も楽しかったね、ジュリアちゃん。荒野ドライブしたり、荒野でエンストしたり。エンストはさすがに焦ったけどな。ったく、レイと一緒だとほんと退屈しないぜ。えへん。でも私もジュリアちゃんと一緒だと全然ちっとも退屈しないよ。まああの時は電話越しの誰かさんも退屈どころか絶句してたけどな。悪かったって。でもなんだかんだで戻ってこれたんだ。結果オーライってことで。二人で街に帰る旅も楽しかったね、ジュリアちゃん。歌ったり踊ったり歩いたり座ったり。ん？うちらのステージなら。それこそ余計な心配じゃないかな、レイ。はい。旅の間中ジュリアちゃんとずーっと一緒にいましたから、息もぴったり、歌もぴったりです。まあ別に改めて仲良くなったとかそんなんじゃないけどさ、ただ今の私なら今まで以上にレイの歌に乗っていける。まあそんな感じだ。ではライドオン。サンボバサンボバサンボン、ジュリアちゃんも一緒にバサンボン。え、サンボバサン、いやなんだよ急に。パチパチパチ。どうですかプロデューサーさん。どうですかじゃないだろ、プロデューサー。今のは違うからな。大丈夫、普通に歌えるから。なるほど。要するに生半可なステージは見せるなってことか。レイ、プロデューサーがなんかロックなこと言ってるけどどうする？じゃあ私もロックにステージからかっこよくダイブしますね。キュイーン。そりゃロックでいいな。でも、その前に私とジュリアちゃんのステージでお客さんの心に思いっきりダイブしようね。オーケー。まずはうちらの歌で客席に大波を起こす。話はそれからだ。わー、お客さんももう待ちきれないみたい。じゃあ行ってきますね。んじゃ、始めるか。レイと私の、うちらにしかできない、ロックステージの開幕だ。